はい。皆さん、こんにちは。今日は ChatGPT4O Omni というやつですね。最新版の ChatGPT でとってもとっても便利になったデータフレームの強化機能。これをお話ししたいと思います。データフレームって何のことと思われると思うんですけれども、ChatGPT の中で表計算のような形式で表示ができる機能です。 それがとっても強力になりました。ぜひ存分にチャレンジしていただいて僕もいろんな機能をまだ試しきれていませんけれども皆さんの方でもいろいろやってみてですね表計算のようなことができるようになった今回のデータフレームこれを上手に使ってもうエクセルの難しいことなんて覚えなくってもいいよみたいな そんなお話をしたいと思います。初心者の人にはとっても有効な今日のお話ですので、ぜひ最後まで聞いていってください。やってみましょう。まずは適当なサンプルを作らないといけないとき、皆さんはどうしてますか自分で一生懸命手打ちをしますか例えばこのように メモ帳なんかで入力をするというのも一つですけれども、そんな面倒なことはしなくてもですね、チャット GPT に作ってもらえばいいわけです。ダミーデータを作りたいので、日本の食堂のメニューで、商品名と金額と本日の注文数と特徴、4カラムのデータを間幕切りテキストで10種類作ってくださいと言いました。 そうすると、このように、10行分のカンマ区切りのテキストが出てきました。これを表にしてみましょう。もちろん、これはサンプルとしたので、ここから表にしてというだけでもいけるんですが、ちょっとですね、これは他のところにデータがあるものとして考えますので、一度コードをコピーします。コードをコピーしたものを、ここに貼り付けようと思います。 このようにテキストファイルを貼り付けるわけです。これでデータフレーム形式で扱いたい。このように言います。まあ、表にしてとかいうような優しい言葉でもいいです。送信します。するとコードインタープリータが働いて表を作ろうとします。はい。こんな表形式になったわけですけれども、これもエクセルのようになっています。このようにカチン。 カチンと一つずつがセルのようになっているわけですねですからここでいろんな編集ができるようになるわけです例えばこれを金額順に並び替えというのをしてもらいましょういわゆるソートと呼ばれるもんですけれどもやっぱりエクセルの中での使い方とかいうとエクセルのことを知っていないとなかなかうまくいきませんよねでも ここではもう普通に会話するように言えばいいだけです。はい。金額の低い順に並べてというふうに言います。また計算をしてくれます。はい。早く作ってくれましたね。650円700、700、800、800、850円900、950、950、1200。ということでですね、ちゃんと並び替えが うまくいっています。このように出たわけですから、今日の売り上げというカラムがあればいいですよね。じゃあ、そんな風にお願いしましょう。それももうあまりエクセルの知識というよりも、見た目のままで言えばいいわけです。例えば、本日の売り上げを注文数の右側に作ってという風に言います。じゃあ、やってみましょう。 右側にはしてくれましたが、特徴を挟んでしまいました。でも、このように売り上げが計算できていますね。ですから、この合計を出してもらいましょう。最終業に売上合計を出して、このようにお願いします。はい、また作ってくれました。最後のところに売上合計となっています。ここに141,200円という風になりましたね。 うまいこと計算してくれましたね。そして今も相当されたままにちゃんとなっています。そうしましたら、これでグラフを作ってみましょう。はい。これでメニュー別売上円グラフを作りたい。このように言います。 このように売上グラフができました。グラフを作ったらですね、これがまたすごいんです。グラフのこの色とかありますよね。この色がですね、ここで変更ができるんです。例えば牛丼を黒にしよう。黒がないから、ここで、デロ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 。はい。黒になります。僕もすべてのカラーコード覚えてませんが、こういう風にですね、 色を変更できるわけです。じゃあ、ラーメンの色も他のものに変えてみましょう。ピンクにしましょう。はい、ここが同じピンクになりました。まあ、このようにしてカラーコードを入れながら色を変えることもできます。じゃあ、今度はですね、棒グラフを作って、そんな風に言いましょう。うまいことを作ってくれましたね。そして、 下の字もですね、うまく入るように斜めに作ってくれてですね、随分日本語に強くなったと思います。GPT-4 の時に何度かグラフは描かせましたが、こんなに綺麗に描いてはくれませんでした。何して上にこう4つのメニューがあって、ここでダウンロードをしたりということもできるわけです。ちょっと大きくしてみましょう。大きくすると名を見やすいですね。 ここでは先ほどのカラーなどはどうでしょう今青になっていますよねはい。これ変えてみます。このように色も変えれました。一個ずつの色を変えれないのかなということで一度聞いてみます。各メニューごとの棒の色は変えれますか おーうまくいきましたね。はい。こんな風に色が変わりました。ですから、ちょっと黄色が見にくいですよね。そういう時変えれるのかな個別には変えれないのかな絵を編集するようには変えれないようです。はい。チャートを折りたたむということで折りたたみます。便利ですね。本当に便利になりました。もちろん、表の削除。 ととかいいううこともできるようになっています。例えば、表の特徴の部分ありますね。この部分を削除したいと思ったら、このように言うだけです。表の特徴のカラムは削除して、もう一度表を出して、このように言い直します。特徴の部分がなくなりましたよね。それとか、例えば、お好み焼きだけ消したいというようなことがあるとします。じゃあ

特徴なんかをまとめて評価してもらいましょう。はい。このお店はバーチャルではありますが、これらの今日の売上などを経営の指針となるような評価をまとめてレポート風にしてください。こんな風にお願いしてみます。いわゆる経営コンサルタントに表を見てもらったようなことをできるかどうかという実験です。はい。送ります。 おーすごいですねちょっと上の方から簡単に見てみましょうはい総売上げを変えてくれていますねそして売上げの分析としては最も売上げが高いのは牛丼です低いのは サバ、味噌煮定食です。というようなことで、平均の売上なども出してくれています。メニュー構成の再評価ということで、現在の売上データをもとにメニューの構成や価格設定を再評価して、利益を最大化するための調整を行うことが重要ですとか、 今後の展望としては継続的な売上データの収集と分析を通じて顧客のニーズに応じたメニュー改善を行い収益の最大化を目指します特に人気メニューの定期的なプロモーションや新メニューの導入を積極的に行い顧客満足度の向上を図ることが重要ですこんな風にですね表からやってくれるわけです皆さんどうでしょうか もっともっとできることはいっぱいあると思うんですけれども僕がやってみたデータフレームという機能が ChatGPT-4-O になってとっても良くなりましたので皆さんにご報告をいたします。今日も長い時間聞いていただきましてありがとうございます。まったねー。